ちょっと大食い女子です。今日はマーズ&タパスラウンジランチビュッフェをご紹介させていただきます。パン、お肉、パスタ、デリ、サラダ、スイーツ、これらを好きなだけ食べても平日3500円、そして休日は4000円。ランチは2時間制、予約は60日前から受け付けてますが、もう60日前の時点でいっぱいになるので60日前の11時に予約をしましょう。こちらのランチビュッフェは60日前の時点でも予約がいっぱいになっちゃう感じな大人気なビュッフェになってまして、なのでね、いつも入るときに大行列で、そしてビュッフェ台も大行列で、それがねちょっと行きたいんだけどネックだったんですよ。で今回行ったらなんかいつもよりも満席だったはずなのになんか並んでないなって思ったら、ちょっと予約の仕方が変わって、11時半スタート、12時スタート、12時半スタートってこう30分刻みに予約が取れるようになってました。なので同じ時間にこうお客さんが集中するっていうことがなくなったので、今までよりもねこうビュッフェ台並ばずに取れるようになってます。ということに途中で気づいたので、前半が終わって後半が始まる前に綺麗なビュッフェ台を取ろうと思って余裕こいでたら、時間がね30分刻みで今お客さんが入ってくるので、最初に取らないと綺麗なビュッフェ台が取れないということに途中で気づきました。今月はねもうメニューが変わっちゃっているかもしれません。サラダ、スイーツ、スープ、カレー、パンもいろんな種類が食べられます。1個がねすごく小さめサイズにカットされてるので、小食な方でもいろんな種類が食べられると思います。サンドイッチもあるよ。生ハムも食べ放題。温かいお料理も野菜、お肉、パスタといろいろあります。こちらはデリのコーナー。今飲み物コーナーの撮影をするのをされていたことに気づきました。飲み物はねコーヒー、紅茶、あとはジュースが2種類くらいかな用意されてます。その他に温かいフレーバーティーがお席を回ってきます。サラダはお気に入りの大葉ドレッシングをかけてきました。こちらのサラダコーナーは葉っぱだけじゃなくて、必ずね根菜もあったりフルーツもあったり、彩りもいいし、こう食感もこう偏らない感じで、いい感じでサラダを楽しめるラインナップ。野菜のプランチャー、こちらはね口に入れた瞬間にもうねうまいって思った。香ばしさとこのソースがね多分バーニャカウダっぽい味なんだけど、もうちょっとバーニャカウダよりもまろやかさがあって、このねソースが美味しい。そして野菜の焼き加減もちょうどいい。豚肩のロースト、こちらはねちょっとあんまり覚えてない、前回食べた時は塩コショウっぽい味だった気がするんですけど、今回はなんかねちょっとグレービーソースっぽいっていうか、なんかそんな感じの味付けだった気がします。本日のパスタ、こちらはまあクリームソースなんですけども、なんかねただのクリームじゃなくて、なんかバジルクリームっぽい感じがした。そしてそこにかぼちゃが入っています。とりあえずねうまい。
で、これね、何味か聞いた、後で聞いたら、バジルクリームじゃなくて、レモンクリームでした。刻みレモンとね、粉チーズが入ってるそうで、それでこんな美味しくなるんだっていう驚き。このパスタはね、私の中で大ヒット。カジキのプランチャーピペラードソース。これはね、パプリカの味。それになんかケイジャンスパイスが入ったようなテイストでした。ちなみに今、ピペラードソースをググったら、オニオン、トマト、パプリカ、ニンニクなどを、オリーブオイルで炒めてエスプレッドを加えたものって書かれてました。スパイシーチキン。これはね、食べてみたら予想外の味。スパイシーチキンだから、なんかスパイシーだから唐辛子の味なのかなと思ったら違って、食べた後も口の中にね、ずっとね、スパイスが居座る感じで、何のスパイスかなと思ったらね、クミンとかカレー系のスパイスが入ってるそうです。こちらのね、ベーグルはどれも美味しいんですけど、中でもね、このチーズ味おすすめ。上にもね、チーズが乗ってるんですけど、見て、中にもね、ちゃんとチーズが入ってて、これをね、温めて食べると、適度にちょっとこう、チーズがね、柔らかくなっておすすめ。ベーグルのチョコレート、こちらもおすすめ。これもね、中にチョコ入ってるんだけど、生地自体が甘すぎないので、なんか大人なチョコレート味で、こちらもお気に入り。ミニクロワッサン、こちらは軽いサクサクした食感で、バターのね、味と香りが広がります。27層になってるって説明書きに書いてました。クイニーアマン。こちらのね、クイニーアマンは、ちょっとこれご覧ください。そこにね、ものすごいしっかりした飴がけっていうの、ちょっとこのカリッカリッとした厚めなこの飴感が特徴。今日はね、このクイニーアマンがすごい気分。プレッツェルのプレーンとシナモン。このね、プレッツェルもね、どっちも美味しいよ。このね、表面のちょっとつるっとしたところの食感と、このプレッツェルのね、独特のあの表面のちょっと香ばしい感じの味が最高にうまい。そしてこのね、甘じょっぱさがまたね、たまらないし、このね、弾力がいいよね。フレンチトースト。こちらはね、持った瞬間にすごいね、しっとりした感じ。甘さ控えめで、まあ、砂糖がかかってるんですけども、そんなに甘すぎない。で、中に半分くらいしみっと、しっとり系。ユスティック、岩海苔。こちらもね、シンプルですけど、この磯の香りとね、あとちょっとじゅわっとしたオイル感が感じられるところが美味しい。サラダはやっぱり大葉ドレッシング。サラダコーナーにさつまいもがあって嬉しい。あとね、前ご紹介した時はフルーツがみかんだったんですけど、今はね、グレープフルーツが用意されてました。サラダにね、ちょっとだけフルーツが入ると、おしゃれな感じと、このフルーツのフレッシュな甘さがね、加わって美味しい。マダイのカルパッチョ、パッションビネグレット。このね、マダイのカルパッチョも毎回美味しい。前回ね、なんか岩海苔ソースですっごい美味しかったんだけど、今回はね、パッションビネグレットになってます。個人的にはね、岩海苔の方が好き。パッションビネグレットがね、もっと尖った感じでドカンってくるのかなと思ったら、思ったよりもね、優しい味付けでまろやか、爽やかなソース。新じゃがと彩り野菜のサラダ。これはね、じゃがいもがそのままで美味しい。ソースはね、なんかそんなに味が濃くなくて主張しない感じでした。長谷川農園マッシュルームのカルパッチョ、フムスとデュカ。デュカって何かなと思って調べたら、エジプトのナッツとかスパイスを入れて作るシーズニングソルトだそうです。これはね、なんか醤油っぽいベースの味にカレーっぽい感じのスパイスが入っていて、なんかね、インドっぽい。前来た時にはこのカルパッチョがね、粉チーズとペッパーだったかな、のね、シンプルなやつだったんですけど、そっちの方がね、好き。鶏もも肉のアグロドルチェは、なんかに似てるなと思ったらね、エスカベッシュみたいな味付け。ウフマヨ自家製ベーコンマヨネーズ。これはね、ベーコンがすごいカリカリ。優しいオランデーズソースみたいな感じで、ペッパーの香りがします。国産小麦を使っている食パン。これはね、なんか焼いても焼かなくてもどっちでも美味しい。今日はこちらのね、野菜のプランチャと、本日のパスタ、レモンクリームソースがお気に入り。
ベーグル、プレッツェル、クイニーアマンも、まあ、定番ですがお気に入りなので持ってきました。ベーグルシンプルだけどね、やっぱりこのね弾力がいい、あの食感がすごいね、あのもちもち感があって硬すぎずおすすめ。北の香りカンパーニュ、これね、これじゃなくてリュスティックの白い方を持ってきたかったんだけど間違った。外側がね少し固めで少し酸味のあるパン。シェパーズパイがちょうどね新しいのが出てきてました。このね誰も手をつけていないところを一番最初に取る快感。バターチキンカレー、こちらはね、想像していたバターチキンカレーの甘くてクリーミーな感じとはちょっと違って、なんかね、ナッツが入ってるのかな？なんかすごいサクサクした食感。そして、なんか甘くてクリーミーだと思ったら、ちょっとね、酸味がある感じのバターチキン。なんかね、トマトのね、酸味なのかな？なんかちょっとトマトチキンカレーっていうイメージがしました。前回来た時はね、これが確かね、ハッシュドビーフだった気がするんですけど、そっちの方がね、個人的には好き。シェパーズパイ、存在は知ってるけどね、実は食べたことがなくて、なのでね、味の基準がよくわからないんだけど、ただね、想像してたよりもちょっとしょっぱかった。そしてベーコンがねすごいたっぷり入ってるので、なんかこうなんていうの、ポテトなイメージで食べたらすごいねもっと肉肉しい感じ。いかがでしたか？今日はモーザンタパスラウンジランチビュッフェをご紹介させていただきました。あの入場のね時間が30分刻みでずれるようになって、今までよりもあのこう並ばずに混雑せずにあのお食事を楽しめるようになってますので、ぜひ行ってみてください。こちらのランチビュッフェも何度か利用させていただいてますが、毎回思うのはね、やっぱりねコスパがいいよね。これだけの種類があって平日3500円なので、これはね絶対お得だと思う。というわけで行ってみてね。いつもご視聴いただきありがとうございます。またねー。